サンタマリアイントラステベレ聖堂のファサードサンタ、マリアイントラステベレ広場。夜はライトアップされ、若者が集まるという。中央の噴水は、カルル・フォンターナの作サンタ、マリアイントラステベレ聖堂は、イタリア・ローマのトラステベレ地区に現存する聖堂である。すでに5世紀末の教会会議参加者リストにその名が記されているが、もともとは、ティトゥルス・ユーリエート・カリスティという名であった。 222年に殉教した司教カリストスを記念して、司教ユリウスが建造させたとされる。現在の建築は12世紀の教皇インノケンティウス2世による全面的な改築後のものである。現在の聖堂、当面にあるファサードの金モザイクが目を引く。建築様式としてはロマネスクに分類される。キリスト誕生前の紀元前38年、後に聖堂の立つ。 この場所に突如として油のような液体が噴出し、その噴出が1日中続いたという伝説がある。当時この界隈に住んでいたユダヤ人の間では、メシア到来の兆し、などと騒ぎになったという。もっともこのメシアキリストを示唆するエピソードはあくまでも伝説の類の話であり、実際の聖堂の演技は次のようであった。当初の教会は現在地の近所にあった。 教会というより民家を改造しただけの造作に過ぎなかった。その後、現在の場所に4世紀中頃に聖堂が建設された。もっともこの聖堂も410年の強盗族によるローマ合略で被災してしまい、後に建て替えた際に初めて聖母マリアに捧げられた。その後もたびたび改修されたが、やがて放置されるようになってしまっていたものを12世紀半ばに、 インドケンテウス2世によって今も残る聖堂として、ファサードのモザイクと、小刀も込みで改築された。その後は13世紀に、後人縁外のモザイクが作成され、16世紀には、各天井、17世紀には、後人下段のフレスコ画と、長い年月の果てに、聖堂は整えられていった。新郎部分の床装飾と、ファサードのモザイクの上下に見られるフレスコ画は世紀に、 整備されたものである。現代では、ローマにおける聖母に捧げられた教会のうちでも、最も重要と評される聖堂の一つに位置づけられている。ファサードのモザイクとフレスコが神道から見た、内陣図。イエスのイコンの右下、舞台基段の上部に、ホンズオリーとある。建築自体はロマネスクに分類されるが、内部にある古代風の円柱やファサードのポルチコ上部の、彫像など、 ロマネスク以外の要素も見られる。聖堂東のサンタマリアイントラステベレ広場に、正面を向けたファサードは、まず上部に、テラスの付属したポルチコを構えており、そのテラス奥に見える壁面には12世紀のモザイクと、その上下には色あせてしまったフレスコ画が描かれている。モザイクは、授乳の聖母の図像を中心とし、左右に5人ずつの乙女を配したものである。 聖母の足元の小さな二人は寄進者を表現している。北側に見える塔は併設されている主楼である。ポルチコへ足を踏み入れると、そこからは三つの戸口が、教会堂内部の主神道と両側楼へ続いている。すなわち三楼構成のバシリカ式平面を持ち、振動と側楼を隔てる中列は、古代風で、ロマネスク特有のアーチ形状ではなく、エンタブラチュアを見せ、 その上部には高窓が配され、外交を取り入れている。古代風の花崗岩でできた柱は、カラカラ浴場の部材が転用されたという。天井の金箔で彩られた、各天井は16世紀初頭の改修による。足元には大理石により装飾された床が整っており、振動部分には信者のための席が用意されている。側廊には南北に複数の礼拝堂が並んでいる。 内陣にあたる部分には2段3段の階段の先に、祭壇天外に覆われた祭壇があり、祭壇前面には、イエスのイコンが配されている。祭壇に至る階段手前の右手には、ホンズオリーの文字盤が見えるが、これは、油の泉の井であり、前景の歴史説で述べた油の紛失した伝説の場所であることをアピールするものである。同様の油を表す文字は他にも、 オリア・サンクタの装飾が配された壁面の幕屋装飾もある。工人の黄金のモザイクも重要で、最上部のドーム部には、キリストと王冠を装備する聖母の図像、大冠の聖母が描かれ、その周囲には殉教者や剣道に携わった、インノケンテウス2世イラが並んでいる。その下には羊を挟んで、ピエトロ・カバリーニによる聖母の生涯を描いた図画窓を、挟んで4枚、そして、 下段の17世紀のフレスコ画に挟まれた聖母子、パウロとペテロのモザイクと続く。最下段は聖火体積がしつらえられている。サントマリアイントラステベレ聖堂には、上記の建築説で挙げた教会を彩るモザイクや、海外以外にも名物を所蔵している。左袖老奥にある礼拝堂の祭壇に安置されているイコン。 慈悲の聖母は縦 164X 横116センチメートルという規模のもので、その制作時期は705年から707年という古いものである。一個の寄信者は当時の教皇ヨハネス七世である。大いた痛みはひどいが確認できる図像は、いわゆる聖母子像であり、マリアの衣装は豪華絢爛なものである。ちなみに現存はしないものの、 これ以前にもサンタマリアイントラステベレ聖堂には、とある聖母のイコンがあったらしい。伝説が語るところによればそのイコンは、自らその姿を成した、パーセフォックタへ、すなわち勝手にどこからともなく出現したという。このイコンについての記述は、640年頃の巡礼期や8世紀にローマで編纂されたギリシャ語写本に見られるそうである。 トラステブレ通りを通るトラム8号線の停留所、ベッリ広場より西へ徒歩5分。ありがとうございます。